ヘイモベルネリ・ハイットは、フィンランド出身のバイオリン奏者、ルオコラ・ハティの生まれ。5歳の時に、屋根から雪の吹き溜まりに飛び移ろうとして、足を骨折し、しばらく安静にしなければならなくなった時に、バイオリンに出会う。アマチュアの音楽家だった父親に、バイオリンの手ほどきを受け、9歳の時に、ビボルク音楽院のオーディションを経て、ボリス・シルポに住み込みで弟子入りするようになった。 1939年には、ヘルシンキでデビューを飾り、ロンドンで、ブリティッシュカウンシル主催の国際バイオリンコンクールで優勝を果たした。またその年のうちにハイトのための映画、小さなフィドル引きが制作され、その映画に出演。しかし冬戦争が勃発したため、ノルウェーやスウェーデンで、フィンランド赤十字のための事前演奏旅行を行った。その時、 オスロのフィンランド大使館のつてでアメリカにも演奏旅行に出てそこで得た10万ドルの収益をフィンランドに寄付したその後1941年にアメリカ映画のザ・ハード・ボーイールド・カナリアに本人役で出演している1942年に市のシルポと共にアメリカに移住しピーター・メレンブルムに支持1943年には市民権を得て アメリカ海軍に志願。1945年には、チェロ奏者のビバリー・レベックと結婚し、後にロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団に所属したが、無断欠勤や、賭博の借金などを理由に解雇されることとなった。レベックと離婚後は、1964年から、フィンランド人女優のマルヤ・リーサにスラと結婚したが、1966年に離婚。 死のシルポの死境期に演奏活動を停止し、不老者として生活するようになった。1976年にフィンランド人ジャーナリストのエヴァ・バスタリと出会って結婚してから演奏活動を再開し、1979年にフィンランドに戻ってラハテ音楽院の講師となった。1995年に病気のために引退、療養先のマルベイリャにて死去。 テロハルボルセンヘイモハイト、ヘイモハイトプレイズシベリウス、フィンランディアクラシックス、フィンクラに、ありがとうございます。